どうも、バンです。久しぶりにね、卓上からのお届けですね。こちら僕今、毎日のように使っているラジコン用のプロポですね。このね、操縦桿といいますか、スロットルと、このスティックですね。これね、ラジコンっていうのはですね、ここをですね、こういうふうにやるとプロペラがね、グイーンとかって、高速に回るわけですね。で、今、自作ラジコン飛行機5号機がですね、上昇1分後ぐらいになんか息継ぎしおるというね、そういう問題が発生してきています。この原因を探るためにですね、上空、つまり機体に搭載したメカで、ログを取ってみようと思います。つまり、こうグイーってね、上げていきますでしょ。で、SD カードにですね、機体に積んだ SD カードに、このね、このスロットルの回路ですね、これをね、記録し続けてみようというふうに思うわけですね。センサーとかね、今まで GPS センサーとか気圧センサー、温度センサーとか、いろいろやってきましたけどね。今、それの応用ですね。で、どうやってやるのか。まずこれね、こういうふうにやったら、こちらね、受信機に、この電波が行くわけじゃないですか。で、ほんまは、こういう線使って、モーターを動かすんですけどね。これサーボとかを動かすための線のね、分岐ですね。で、これを使ってですね、スロットルを分岐させてやります。で、RDUE のをメインとしたメカに、この信号をね、送っていってやります。で、RDUE のワンボードマイコンで解析して、こちらの方に、データ出力今できたとこです。こちらがプログラムです。もう超簡単です。参考にさせていただいたサイトは、ボーレッドロボットっていうね、海外の、RDUE のね、サイトを立ち上げている方のホームページを参考にさせていただきました。って言ってもね、もうこれ、超絶簡単ですよね、これ。もうライブラリ使って、で、プリントするだけ。で、ちょっとやってみますよ。はい、こんな感じでね、数値が取れてると思います。数値はですね、1015とか2000とかですけどね。これは計算でスケーリングして、で、SD カードに保存しようかな、どうしようかな。このまま SD カードに保存してもいいですね。で、あとは、パソコンのね、動画編集ソフトに、このスロットルの回路がね、0、100%で、表示さすっていうところをまずやるじゃないですか。で、数値で表示ができたらですね、次はですね、プロセッシングとか、それから、Python とかね、そういうプログラムで、棒グラフみたいなのをね、パソコンで動くようなものを作って、で、それを、OBS でキャプチャーして、で、動画編集ソフトの動画データとしてね、使えば、動画の中でスロットルを開けてる状態の、編集がね、できるというふうに思うわけですね。まずね、第一段階ですね、これは、プロポのこのスティックの情報がパソコンの方に来るといったところですね。で、第二段階として SD カードにね、これを溜め込んでいくっていうプログラムを今から作ります。で、第三段階ではこれをちょっとバラして、で、デコレーションパネルの、いつものね、端材を使って、いつもの四角い直方体の箱に入れて、で、このね、RDUE の UNO だとちょっとでかいんで、こういう、このくらいのサイズのね、ちっちゃい RDUE のを使って、書き込んで、で、USB ポートを、
これは使って、まあ、書き込むんですけども、それも除去して、で、5V を供給してやって、で、ラジコンの上で動くようにしてやると言ったことをすればいい動画、つまりスロットルを開けている様子がね、動画の中で見れると。で、それで何をするのかというと、最初の話に戻って、5号機の状態ですね、上空で1分ぐらいにしたら、スロットルがね、なぜか止まってしまう。これの原因がモーターによるものなのか、それとも受信機からの出力によるものなのか、この問題の切り分けがね、できるということですね。まだまだ先は長いですけども、一歩ずつやっていこうというふうに思います。今日はこの構想をといいますか、まず第一段階のね、このブレイクスルーですね。スロットルがこの、パソコンの画面に来たと言ったところで、まずその設計のめどが立ったというのをですね、動画にしてみました。あとね、こういうのが必要は発明の母ということになるわけですね。以上です。ではでは。